はい、ということでね、今はミュートにしてるんですけど、今回はプリッツにドッキリというか企画を仕掛けてきてるんです。はい。でね、どんなドッキリなんですか？アマル最強化計画って言って、ほうほう、毎回特別講師の方を呼んで、うん、ちゃんと教えてもらって、うん、もう俺も最終的にちゃんと強くなる、もう今までみたいなお遊びじゃございません。なるほど、はい、ちゃんと強くなるっていうのをやっていきたいと思います。お、いいですね。はい、じゃあミュート解除しますね。はい、おい、お疲れ。はい、頑張っていきましょう。え、あ、プリッツに教えてもらうってことですよね、特別講師として。今回は今話してたのは、あ、プリッツですよ、今のも。びっくりし方カラスのやつや。じゃあよろしくお願いします。今日はなんて呼んだ方がいいですか？こんぐらいはね、やっぱしっかり形から入んないと。プリッツ先生で、プリッツ先生でいきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、何を教えればいいんだろう。まずあのね、前に教えてもらった動画結構好評で、前縦積みとか教えてもらったじゃん。まあ、基本とりあえずそもそもなんだけど、ビクロ撮れると思ってやってない。今1マッチ。いや、ビクロはマジで俺遊びながらでも撮ってるやん、お前の撮影の時。はいはい、確かに確かに。だからそんくらい余裕で撮れるよ普通に。あ、じゃあなんだろう、そんなに難しいことじゃないのね、そもそも。うん、まあだから種類があるんよね、技の。はいはいはい、一個一個がシンプルで、うん、それをどこまで伸ばすか。なるほど。え、じゃあさ、どんな世界においても、うん、一流の職人は全て基本の操作が美しいんだ。わかるだろ。はい、みんながわかりやすいように三味線で例えるわ。じゃあ、あ、うん、三味線で言えば、うん、バチの叩き方。あ、どうしよう。あれをこう三味線の、うん、なんだ、あそこの板みたいなとこにこう平行にしてパンって叩く、あの叩き方。わかりづらくなってる。三味線は弾くんじゃないんです、はい、叩くんです。あ、どうしよう、わかりづらくなってる。あ、タイマンでまずやる感じ。タイマンで、タイマンでこのシーンっていう感じだよね。あ、オッケー。で、お前まずさ、うん、あのプリヤマ道場の時に思ってたけどさ、うん、このまあ普通タイマンってさ、もうめんどくさいから、この1個階段置いたらここから縦積み始まるの、ね、はい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 、こっからね。これできんの？これは縦積みはできるよ、はい、縦積みはできるよ。まあだからまずその縦積みミスる時点で、うん、まずもうそっからなよね。はだっ、まあ、とりあえず、まあでもそれは別に俺が教えんでも練習すればできるやろ。そうだね、ここは大丈夫。縦積みはまあいや、一旦まあやってみて、まあ俺もやってみた感じ、どこを教えればいいかを。確かに確かに、先生も先生で分からないところか分からないと教えられないやつね。 OK、 そういうこと。はじめ、まあ一旦打つのなしね。 OK、まあ、まずこの縦積みが毎回のようにミスりますよね。まあ、まずここですよ、あなたのダメなところは。そうなんですよね、ここがね、結局ね。で、まあ分かった分かった。じゃあそう、多分実践でもそうなるやん、うん、そんな感じ詰まるやん、うん、さっきみたいにちょっとさ、縦積みあえてミスってさ、ここにあの床置いてくれん、その自分の上に。じゃあ こうなるってことね。で、多分お前よくこうなると思うよ、実践でも、うん、なる。で、こうなったらめちゃなる。敵はもうこうなった時点でもう、あ、多分こいつ弱いなってなるんで。あ、そもそもな。で、そうなった時に後ろ向いて、後ろ、後ろ、後ろの壁、ここをこうやってよく張り替えられるやん。うん、やれる。俺と戦ってても、まずこれをされないようにすることが大事なんやけど。なるほど。例えば俺とかも、うん、まあ、別にそんなあの上手い人の中で言えばさ、クソ雑魚だからさ、あ、この人レベチだなっていう人だった時に、まずこうやってこもんのね、うんうんうん、もうそこ出ていいよ、こもって、こもって、まずこういう対面になるよ、うん、で、絶対にこもってる人の方がある程度有利なのね、うんうん、外の人はまずこの張り替えてこうやって開けたりしなくちゃいけないよ、うんうんうん、で、この開けたこの視点移動しながら中の人を狙わなきゃいけないから、はいはいはい、それをしているとこをゆっくり見て、開けられたところを、これ例えば今俺中だけど外の人が開けたという設定のもとやれば、ずっとこう狙えるわけやん、はいはいはい、だから開けられた時にカウンターができるわけね、うんうんうん、俺前まで複雑な技とか練習も何もせんかったから、ずっとこれで戦ってたんよ、はい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 、強くやる時だから、まずこのなんかカウンターを狙うっていうのをまず意識するのが一番重要かな、うんうん、まあ、まず攻める方を覚えたら、多分守る時に敵がどうやって狙ってくるかがある程度予想つくやん、自分が攻める攻め方してる、はいはいはい、っていうので、まあ、まず攻め方、うん、張り替えの攻め方なんやけど、はい、一番基本なのが、はい、こうやって壁取ります、うん、でこの窓開けるっていう、うんうんうん、なるほど。で、右壁の法則あるから、自分の体左にあって、はいはいはい、中の人は見えない、うんうん、けど自分は一瞬出しただけでずっと今忘れるわけやん、このあれね、その標準が右寄りというか、そうそうそう、うんうんうん、だから逆にこうなった時に、そうそうそう、うん、こっちの方が有利と。で、逆やったらちょっと見にくいやん、そうだねっていう感じで、うんうんうん、で、まあ本当にもう窓かな、窓、オッケーオッケー、とりあえず窓で、そう、あとは縦積みをミスんないってことね、相手にバレないというか、そう思われたらダメだもんね、そもそも。まあでも縦積み使うシーンないんだけどね、実践で。ああ、そっか、使う時使うかなぐらいだから、まあ本当にもう基礎中の基礎やから、いつでもどこでも使おうと思えば使えてないとダメ。なるほどね、もう本当基礎だ、本当の基礎だ、もうミスることがまずないようにっていう。だからまず動きとしては、うん、張り替えて壁を置いて窓をすぐ開けて、うん、ちゃんとこの時にこうやって左に寄ってこうやって中の人狙えるように。はい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 、なるほど。で、当たり前やけど中の人もさ、うん、
こうやって取られたとするやん、うん、例えばじゃあここでやってみて、一回張り替えて、張り替えて窓で窓にしてってやるやん、うん、中の人さこうやってあ取られたってなって当たり前のようにさこうやってやんないじゃん、うんうんうん、どういう次シチュエーションになるかっていうと、これ俺は壊すの、うん、逆に、はい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 、でここでも張り替え勝負が一生続くわけ、うん、で次アマルがあもう一回壁取られたからもう一回張り替える、でも俺ももう一回こうやって取るみたいな、うんうんうん、それやってる時に、はいはい、いかに早くポンって開けて打つかっていうそういう駆け引きが行われる、ね、ワンボックスの戦いっていう、うんうんうん、とか、はいはい、あとこのつる足で全身でこんなバーっていくとめっちゃ壊そうとしたとこを一回の壊そうとしてみて、こうやって開けられて打たれる、あーそういうことね、だから上手い人はこれをアサルトでやるんよ、うん、例えば150体力あるから、うん、アサルトでこうやってギリギリまで削るんよ、うん、でここまで削って一発でこうやってなんか一回殴れば壊せるようにみたいな、なるほどね、あそれはなかった、ただの張り替えやけどめっちゃいろいろ深いんよ、はいはいはい、それはなかったな、アナルサードで中の人も、うん、俺めっちゃ上手い人とやるときはそうなんやけど、一回外出て上手い人が張り替えに来て、うん、じゃあ、アマルが上手い人やとして、はいはいはい、壁取って俺のここの壁取られました、でこの時に俺殴りに行ったらそれをもう予想して打ってくるなっていう時があるんよ、うん、だからそこであの窓とか開けてみて、窓開けてでパンって開けた瞬間ってめっちゃあの耐久値少ないからこんな感じですぐこうやって張り替えれるんよ、はいはいはい、なるほど、そうあの時間かけたら回復するんやけど、うん、だからいかにこの壁を取って有利になるかならないかのまず駆け引きが基本行われるんで、そうだよね、縦積みとかがその上の取り合いなわけやん、うん、でバトロワとかやったらさもう位置的に絶対上取り返せないなっていう時ってこうやってボックスいっぱい作って、うん、自分のこの領域を広げていくのよ、うんうんうん、今俺視点見てもらえば分からんけど領域展開ね、そうそうそう、はいはいはい、でこう逃げて逃げてで敵来たなって時にここでもワンボックス起こるし、でこっち逃げて例えば上に逃げますと次、はいはいはい、でまた敵追ってくるからここでもまたワンボックス起こるみたいな、この形めっちゃ基礎なんよね、結局ねやってて思うけど、ここがそう結局もうこの形になる、なるほど、なんか俺らやっぱりその分かんない人からするとこう四角にされたらどうしていいか分かんないみたいな、負けたらじゃないけどなんかもう速さとか見てああもう無理やみたいになっちゃうの、一番重要なのがその壁を取る技術、うん、そうだよね、この多分あれがないと思う、その壊して壁を取るっていう認識がない多分、 そもそもで一番ダメなのが、うん、もうこんなめっちゃ近づいて 1,2 で振っちゃう人、はい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 、あまあそのそうもう本当に敵がローで、うん、あんまり強くないなって人にこうやって突ることあるけど、うんうん、そうだからアマルとかやっててめっちゃ打ちやすいよね、これね、ポンこれで100入るわけ、そうだよね、そうそうそう、場所も割れてるもんな、だからまあアサルトで打っていくか、うん、それとも一回こうやって殴ってちょっとこうやってあの構えるんよ、で構えられたら中の人って逆にカウンター食らうから、うん、むやみに開けれないけど一回殴られてるから次一回で張り替えられるよね、その読み合いあるんだ、あるあるある、牽制でこう持つとかあるんだ、抑止力、あるあるあるよ、あ、そう、それはマジで知らなかった、そう、あ、そうなんだ、一回殴って離れる時にちゃんとショットガン持っとかないと意味ないけど、うん、はい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 、そっか、それがまず根付いてないと無理だわ、でまあ攻めの一番基本がそれやん、うんうん、じゃあ次守りやん、これ守りね、守り編ね、守り編、じゃあ俺がこれ守りなんだけど、うん、アマルもちょっと上でボックス作ってくれる、そうそう、でこの時にあその屋根入れる知識はちゃんとある、あるけどね、なんかうまく結局できん、うまくできないし、 それは、まあ、まずその、まあ、これはみんな知ってるけど、うん、何も入れなかったら、うん、こうやって入れられて、こうやって、そう、はいはい、あ、屋根入れられちゃうから入れるんだ、そう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 、はい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 、はい、で、もともとちょっと前までは階段やったんよ、うん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 、後ろに入るけど、でも階段やったら後ろとかにしかとっさに逃げれないよね、うん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 、とか、こういう形にした時になんかちょっとむずいんやけど、ね、屋根だったらマジで自由自在にこうもできるし、うん、こうもできるし、あこうもできるしみたいな、いろんな形にできるから屋根なのね、選択肢広がるんだ、そうそうそう、はい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 、で、屋根でどこに立ってればいいかなんやけど、俺は基本的に、うん、これまあ俺視点やったら分かるけど、このここ、はいはいはい、一番そっちから見て右奥、自分から見たら左奥、うん、これなんでかっていうと、うん、もうマジで張り替えとか強い敵にあった時、うん、でこれあの張り替えてきて張り替えられました、この瞬間にこうやって下に逃げれるんよ、あーそっか、分かる、あーもう下いんの今、はい、いや下にいる、あーそうやって下行ってんだ、でこれどっちが先出るか分からんけど、あの、うん、ネバティさんアマル VS 俺でやった時に、うん、あのやっぱ2対1やったらずっとあのアマルの方ばっか見れなくて、うん、張り替えられたシーンとかあるんよ、ある、そうだよね、でその時に、まあ、別にどっちでもいい、この後ろ、うん、一番ダメなのがここら辺に行ってこうなっちゃうことね、うん、なるほど、これ逃げれんくなるやん、はいはいはい、だからまあできるだけこの角にいることが、あだからあれだ、屋根展開された時に自分が中にいる風にするために四隅にいるわけね、いやなんか逃げやすくするためかな、俺は逃げやすくするためか、そうで、しかもあの編集届くんよ、今俺ここの位置やったらこうやって下に逃げれる位置でも壁の編集これ全
全然届くんよね。で戦う時にこうやって近づけばいいし、うん、やばいなってなった時すぐ後ろに逃げれるし、うんうんうん、だからこの下に逃げるこの一マス編集、うん、これはもうエディットコースとかやれば慣れるから全然やった方がいいんだけど、やった方が早いけど、この下にとりあえず逃げるための屋根、これが大事やね。なるほどね。そう、一マスにこもった時はこれ結構意識できるの、こういう感じで、うん、バーってけど逃げる時にこうやってボックス作るんだけど、この逃げた先でもまたこうやって屋根入れるこの癖、うん、絶対屋根を入れとかないとっていう癖をつけるから。100%入れるのね。なるほどなるほど。アマルサード、あとあれも分かんないかも。例えばなんかさ、ボックスをそもそも作る意味みたいな、うん、これもあんまり、ボックスを作る意味は、うん、まあ、資材があんまりないからだね、バトロワだと。あー、なるほど。アリーナとかやと1500しか持てないし、うんうん、鉄とかって最後の方に採取しづらいのね、はい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 、だからまあ基本的に木とレンガだけで戦わなきゃいけない中で、うん、敵見つけたらすぐこうもうあの剣馬立ち寄るばっかやってると、まあ漁夫も来るし、うん、まあ漁夫かな一番、はい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 、で逆にこうやって来てくれたら自分が有利な状態で戦えるから、まあこもるタイミング、それも知れて、例えばだけどさ、こう俺がじゃあ来ましたと、あ敵だってなって、うん、ここではいきなりはこもんない、ね、そうそうこもんないやん。分かった分かった。ダメージ食らった時にちょっと胴体にで食らうやん、うん、ってなったのにまだこうやって行くのアホやん普通に考えて、うん、確かに確かにそうや、ね、だから回復するために自分の安全な場所作るんよ、うん、あでもさ敵来るやんか、うん、来る。だからこういう時に俺は今130しかないから、うん、あんまりちょっと強気にこうやってカウンターしたくないなっていう時に、うんうん、さっきのこの下に逃げるっていうのとかも大事になってくる、ね、あでもう一個一番結構やってて楽しくて強いのが、うん、このミニポ飲むふりするやん、うんうんうん、でミニポの落としたら殴ってくるやん、殴ってくるね、殴ってきてこれでフェイントですよみたいな。確かにミスったけど、はい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 、これ結構やるんよ。こっちも焦るもんね。しかもそう攻めなきゃいけないってことだから、攻撃しないとってなってるから、そうそうそう、まあ、だから攻める人からしたらそういう時こそ冷静に、うん、こうやって削って一発で壁取ってみたいなのが大事やね。だからそう食らった時やね、こもるのは。はいはい、食らった時ね。とか漁夫が来た時だね。あー、他に漁夫が来た時に、うん、そうそうそう、漁夫が来たってなったらとりあえず2つぐらいボックス作るんよ、うん、こうやって。これがマジですよ。でこれ木だったらすぐ壊されるんだけど、バトラーだったらちゃんとこのレンガにすればヘイト来ないわけよ、うん、だってさガチガチにさもう固まってるレンガさ、2ボックス作ってるやつよりかはさ、上の方でさ無防備にしてるやつとかの方がさアサルトで打ちやすいやん。そうだね。っていうそのヘイト買っちゃう理由とかもあったりするから、はいはいはい、だからこそ買わないように、はいはい、なるほどな。それをやればその作り方をすればヘイト避けにもなると。そう言うたら、え、これさ2個が強い理由は何なの？これ多分今分かると思うんだけどさ、どっちにいるかさパッと見分かんなくない？レンガとか。あー、まあ確かに。とかあとこれ、うん、ちょっともう一回アサルトで言って、うん、撃たれましたってなるやん、うん、でこの時に真ん中にいると、うん、そのこっち側の壁取ってくれる？取られたってなった時にすぐこっちに引けるんよ。あー、はいはいはい。で結構取られたぐらいに回復できたりとかもシチュエーションでは多かったりするから、うん、なんか横にすぐ逃げれるようにとか、 あとシンプルに2個あればさ最初敵がパッと見でどっちにいるかが分かんない。まあそうだね、そもそも選択肢が増える。あ、じゃあ何こういうなっていう時にこうやって狙えるしみたいな。あの2個作ったら真ん中にいた方がいいってこと？回復する時かな。まあ俺はバトロワだったらそんなずっといなきゃいけないわけではないけど、うん、まあ、状況によるけど、まあでもとりあえず2つ作っても別にいつも通りの場所でも全然いいと思う、はいはい、2つ作るだけでも結構違うっていうのはある、ね、でこういうワンボックス作るときは絶対火以外レンガか鉄炎、まあ、基本レンガかな。あれか、燃やされるからか。あるし、あと耐久ツルハシ2発で。あ、そうそっかそっか、そもそものね。え、じゃあさ下に逃げる方法ガチ初めて見たんだけど、あ、だから上に作るんだ。じゃあ下に作る人いないよね。変なの。まあそうだ ね、まあ、だからその逃げ道なくなるからね。そうだよね。じゃあ緊急脱出の選択肢としてありえるのは、まあ、こうあって、で下と下に逃げるやん、うん、下に逃げてまたそこでボックス作るよ。あ、はいはい、あ、そういうことね。そうで、攻めてる側も下に逃げてなってなるから、また次ここでこういうシチュエーションが起こる。で、そこで屋根毎回入れとかないと、今気づいたけど、なるほどなるほど、入れられるし、で、まあこういう地面になる状況とかあるから、で、逆にこれ攻める側はこういう状況の時にツルハシで行ったらやばいから、うんうん、ちゃんとこうやってアサルトで駆け引きして、うん、自分の屋根入れて閉じ込めたなと。あー、なるほどね。そうだからもう全部同じことをしてるだけなのね。はいはいはい。あ、そういうことか。複雑そうに見えて、そこに敵の建築を置かれたくないから先に置くみたいな、まあ、むずいけどイメージ。まあ言うたらオセロやな。オセロやな、フォートナイトは、うん。あ、じゃあね、すげえ複雑そうなぐっちゃぐちゃのあれに見えるけど、分からん人からしたら、そう、一つ一つ決まった動きをしてるだけなの。そういうことね。え、これさ俺未だにあれなんだけど、やっぱり横移動の時って一番早いのは結局何なのかな、その形。横移動よくある。俺ね、どうしてもまだドア作っちゃうんだけど、はいはい、緊急の時やっぱこれ早いの、本当に緊急時。そう、これは普通にそんな、うん、こうやと一個多いから、うん、こういう感じのボックスやん、うんうん、普通にこうかな。あとこれあんまり誰もやんないんだけど、うん、例えばさ、とっさにこうやって階段とか入れられたりした時に、うん、
これ俺の画面見てほしいんだけど、これ結構やるんやけど、これ小窓で逃げれるんよね。あーはいはいはい、なるほど。そうこれ結構みんなに笑われるんだけど、うん、ベル君とかシスコシンとかもいやなんでそこ小窓なのって言うんだけど、はいはい、パッドの人ってこれが一番簡単なんよね。まあ、確かにそうだね、うパッドからするとそう、まあ、こういう階段がある時は結構この視点がもともと高いから4つでも全然やりやすいかな、うんうん、なるほどな、勉強になったぞ。ライフガードさんに教えてもらってから俺マジで剣抜ちょっとレベル上がったんやけど、この動きをやった方がいいっていうのがあって、あ聞きたいですガチで。まあ動きというかこれ練習やね。はいはいはい、こうするやん、うん、ここ開けてこっちに屋根で次こっちに屋根、はあちょっと待って早っ、こっちに屋根みたいな。待って、これ何をしてるかっていうと、うん、ここにとりあえず屋根置いてもさ今んとこ意味ないんだけど、うん、後々敵視点で俺これマジですごいのが、うん、こういう感じで登ろうとした時にここに階段が置けないみたいな、もうすでに屋根が置いてあるからっていう駆け引きがあるんよね。はいはいはい、はい、なるほど。スタンモルの前でやるわ。まあ、さっきの形で言うと、まあ、こういう感じで屋根先に置いとけば、例えばさ、うん、バーっていろいろこう剣バトでバーってなって切り返して、うん、ようやく階段置けるようになってこうバーって登りたいです、でもここに屋根置いてるからここでもう切り替えざるを得ない。はいはいはい、確かに。でここにももう先になんかこういう感じでもう屋根置かれてたみたいな。あーなるほど、ね、のがライフガードさんの戦い方なんで。はいはいはい、もう先にそこに置いとくことで相手を方向転換させたりとか、うん、なるほどなるほどなるほど。じゃあもう一回やりますと、そのこの練習方法、いやいや、それどうやってやってんの。これは階段、待ってね、壁、階段壁、まあ、まずこの形はとりあえず置いて、俺ゆっくりやるかみんなように。壁壁壁置くやん。で、うん、次右側の壁の窓を開けるのよ。右側開ける、で屋根そっち側に。屋根、ああなるほどなるほど、はいはい、そうそうそう、あ穴から見ればいいのね。そうそうそう、で次その開けた窓の壁の方に階段を置きます。うん、階段置く、そう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 、落ちちゃったよ、こうか、置きます、うん、で次そのままそこに壁置いて、左に壁、壁置いて、で左に壁、で次そこの窓開けて屋根、窓開けて屋根、でまたその方向に階段を置いて、階段を置いて、この形屋根、あーはいはい、この形やっていくと、はいはい、結構実践で、うん、あやろうと思って、あごめん、あの床も置いた方がいいかも、階段置く前に真下に、あこれは俺の視点見たら多分分かると思う。オッケーオッケー。この形をなんかとりあえず暇つぶしがあったりやってると、うん、実践でマジでこれのおかげでハマったなっていうの結構ある、まあ、そうだね、癖つくもんね。だからまあ今日俺が言いたかったのはそのボックスにこもる強さですね。なるほど、ボックスにこもるだけでも、はい、壁を取られないようにするその駆け引きが生まれるので。なるほどね。じゃあとりあえずね、プリッツさんもうねお時間が差し迫ってるので、はい、今日はねここまででありがとうございました。ではまた。はい、またじゃあ2分後に次のね授業がありますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやいいのかよ。